は全知の神である。まず神の存在を疑ってるのだけど、まだ信じておらぬというのか。よい、全知の力とは何か思い知らせてやろう。別にどうでもいいけど。よくない、人を見た目で判断してはならんぞ。まあ人ではなく神じゃが。分かっておる。お前の質問はこうじゃ、お前は何者じゃ。そりゃそうだけど。だから最初に言った通りじゃ、我は全知の神である。もしかして迷子ではない。わしは自らの意志でここに来た。とにかくわしに任せておけば大丈夫じゃ。不安だわしの全知の力信じるがいい。誰だよそのキテレツな格好したやつ。ナルコミ君には神様の知り合いがいるので。打点していく。賞が取れるかもしれないし。何だこの人。信じろって言うの。貴様といると退屈しなくて済みそうじゃ。受験？勉強？そ、高3だからね。無駄じゃぞ。え？勉強したところで無駄じゃと言っておる。どうして？30日後にこの世界は終わる。もかもが新鮮であった。毎日がキラッキラしておった。